今回は静岡県にある明治製菓東海工場にやってきました。チョコレートのトップメーカーである明治製菓に対し、遺伝子組み換え原料を一切使わないチョコレートを作ってもらうよう働きかけをずっと続けています。今回はこのチラシを配るだけではなく、チラシの説明をも兼ね、たくさんの方々に遺伝子組み換え原料が使われていることについてどう思われるかを尋ねてみました。できれば使わないでほしい。遺伝子組み換えの原料をチョコレートに使っているんですが、それについてちょっとどう感じられるか、ちょっと聞かせてもらってもいいですか。明治製菓さんが、ね、やってることで言ってることが違うってことですか。それは良くないですね。明治製菓さん、遺伝子組み換え使わないで美味しいチョコレートをお願いします。チョコレートがたくさん購入されるバレンタインデーまでには、安心なチョコレート生産が始まるよう引き続き働きかけを続けていきます。